らっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 京都タワーの前からこんにちは。私今京都に来ています。みんな京都といえば何を思い浮かべますか？私と同じことを考えてるかな？東京カフェ。私が行きたい場所っていうのは実は私一回も行ったことがありません。そして、それが存在するっていうことも知らなくて、これはとある業界の人に教えてもらいました。鈴鹿、京都に行くんだったらきっとここがいいと思うよっていうことなのでね、ちょっと果たして本当にたどり着けるのかどうか心配なんですけれども、この大雑把な地図で行きたいと思います。レッツ京都。京都はね、学生さんもよく旅行に来ます。走ってますね。時間に遅刻しそうなんじゃないんでしょうかね。私もそういえば中学生の卒業旅行で京都に来ましたね。来ましたよ。あのパワーゲージはローディングバーになっていて、あとどのくらい待てば信号変わりますよって分かるんですね。まるでノーライフのエミッションがいつ終わるのか分かるような感じでいいですね。京都でも有名なお寺、東本願寺にやってまいりません。ここじゃないです。私行きたいところは、はい、日本にはパチンコというゲームがありますが、だいたいパチンコする、ね、人たちの昔見ていたアニメキャラなんかを使ってこうお客さん呼んでるんですね。うるせえ奴ら、ラムちゃん、私も大好きでした。もちろん私が行きたかったのはパチンコじゃありません。さあ続けていきましょう。そんな遠くないはず。ね、もし私が間違えてなければここを左なんですよね。本当にこんなところかな。こんなところに本当に、あれ、来たかもしれない、来たかもしれない、来たかもしれない、ちょっと来たかもしれない、来たかもしれない。迷ってなかった。そしてみんなも絶対に京都といえば思い出す。さあちょっと近づいてください、近づいてください。やめますか。トランプ、タールカじゃないんです。カルタ、同天人内山じゃないんです。山内任天堂。ということで、私が来たかったのは任天堂の元の会社があったところですね。こう建物がまだ残ってるんですよ。今現在はもちろん任天堂さん大きいね建物に移ってるんですけれども、1933年から51年までこの山内任天堂という名前でカルタなどを製造していました。でその建物がですねまだ残ってるんですね。近い未来に宮本茂さんのスーパーインタビューをノーライフで独占できますように。ということで、もちろん京都といえば任天堂でした。ルブネックコンブブレ京都カフェ。